こんにちはーアカデミー堀秀夫です今日は Amazon 転売開始から儲けるための3ステップ、まあ、これについてお話します、えー、まずステップ1これ90日間50取引をクリアこれ前からねあったことなんですけど今は昔より制限がきついですそ,そもそもね出品できない商品ってのも結構増えてるし、まあ、カートもね えー、極力取りにくく、えー、設定されてるようで、まずここをクリアしないとね、えー、何も始まらないというような感じです。で、いきなりね、本命の儲かる商品を載せても、えー、初めは売れません。ね。だからね、えー、仕入れ資金使っちゃって売れないと気持ちがへこむだけなんで、まあ、初めは割り切って、えー、安い商品、特にね、えー、ダイソーあたりの100均商品あたりで、えー、取引件数を稼ぐと。 取引実績を積むというのを心がけてください。で、まだらけとかのおもちゃでもね、えー、安いものは買うんですけど、ただね、出品できない商品があるんで、えー、無料のスマホアプリ、Amazon、ね、セラーで、えー、出品後仕入れをすると。まず出品してから仕入れする。これはね、結構、えーまあ、皆さん驚かれてましたけど、えー そう土曜日のね、4月29日の福岡のね、ブートキャンプで話して驚かれてましたけど、先出しちゃうんですかという話なんですけど、先に出しちゃってください。実際に出してみないと、本当に出せるかどうかわからないと。ねまあ、実際に出しちゃってもね、出してから実際に納品するまで1ヶ月も経ったらね、状況変わってるってこともありますけど、少なくとも、ね、出してしまってから仕入れた方がいいです。 で、逆にね、出してしまって仕入れないというのもありです。迷ったのも一応出品だけしとくと。そうすると家に帰ってからね、えー、チェック等もしやすいんで、もうこの、えー、Amazon セラーのスマホアプリ、無料のアプリですしね、非常に使い勝手が良くなってきてるんで、これは仕入れの時はね、必ず使ってください。で、次に儲かる商品探し。ね、ステップ1と2を分けてください。はじめからね、利益の出る商品でってやってたら、 いつまで経ってもこの50取引とかいうのがクリアできないです。だからもう初めはね、とりあえず、売れる商品を売ると、ね、いうのであって、それが済んでから、儲かる商品探しに移行します。で、今はね、ebay 仕入イ ebay 仕で US Amazon 販売。こんなのもおすすめの手法としてあります。まあ、e b ーシーレって結局ね、中国商品。 を仕入れて US アマゾンで販売するという形なんですけど、まあ、ほとんどの、ね、方、えー、見て、えー、実感してましたけど、代、え、行、ー、とか使って仕入れるよりね、えー、全然簡単ですで。なおかつね、安く上がる場合が多いと。で、まあなんなら eBay でその、ね、仕入れた相手にある程度の量まではね、頼むという手法もありますので、えーまあ、この eBay で仕入れて US アマゾンで販売すると。まあ、不思議なんですけどね。 どっちみち、えー、ebay でね、売れてんのも、えー、アメリカが多いんで、一部違う国もありますけど、結局アメリカが多いんでね。なんで、えー、ebay で買えば3ドルのもんがアマゾンで15ドルになってるんだとかね。なんでダイソーに行けば1.5ドルなのに、これが15ドルで買ってるんだというような商品がポコポコあります。逆にそういう商品を見つけとくとね、えー、オーストラリアアマゾンが見つかった時も、えー、その応用というか同じものを売ればいいんで、非常にこれは、えー 今ならではの、ね、手法としておすすめです。それからダイソー仕入れ、ね。取引件数を稼ぐのもダイソー仕入れですけど、何しろね、500商品も毎月出てますし、あと商品を組み合わせて売るとかね、えー、いうことを組み合わせると、えー、ダイソー商品で儲けることも可能です。まあ、ただね、さすがにダイソーっていうのはね、 あっちゃこっちゃにありますんで、いつまでも独占ってわけにはいかないんですけど、まあ少なくとも、まあオーストラリアが始まった時にはダイソーでも結構稼げますからね、ダイソー仕入れにも慣れててください。あと売れる商品があったらね、ダイソーっていうのは、これ売れたら次に100個仕入れようと思った時にね、100個注文できるっていうのも、まあ非常にいい面ですね。まああの、在庫切れで仕入れられませんっていうのもありますけどね、えー、まあダイソーは、 昔よりますます商品充実してきてるんで、これは積極的に使った方がいいなという感じです。それからおもちゃ。でね、おもちゃは結構 Amazon で販売できない商品も多いんで、逆に Amazon で販売できなくなってるってことは、えー、ebay で昔よりもね、売りやすくなってるっていう点もありますんで、もうめんどくさくなかったらね、えー、ebay もやった方がいいです。時間が取れる人は ebay もやった方がいいと。 ま時間が取れない人はね、無理して EB やろうとすると、友直りになっちゃいますんで、やんなくていいですけど、本業で稼ぎたいとかね、えー、時間は取れますという場合は、e、え、b、ー、も合わせてやった方がいいというのをお勧めします。そしてやっと、ステップ2で、えー、売れてリピートできるようになった商品を、えー、リピート販売して儲けると、ね、3段階に分けて儲けます。 これね、アマゾンだと非常に早いんで、えー、今まで、ね、2年ぐらい前まではね、3つのステップあんのかいなと、意識しないうちにね、一気にこのステップ3まで来てたこともあるんですけど、今はもうはっきりアマゾンがね、新規出品者を警戒してますんで、きっちりこの3ステップをクリアして、売れるアカウントにしてから売らないと儲からないと、ね、儲かる商品が全然売れないということになってます。で、裏技としてですね、 資金やコネがあれば、いきなりメーカーになるのも良いと。ね、これ最近、個別サポートを受けた方とかね、昔からの会員さんでスカイプで改めて話したり、あるいは会って話したらね、じゃあもうメーカーになっちゃいましょうというのでね、メーカーになっていただいているケースもあります。で、メーカーになってね、ブランド登録と出品許可を取ると。でこのアプローチでいくと、えー、メーカーにならずに、ね、出品許可を取るとか、ブランド登録をする よりもはるかに許可も取りやすいし、登録もしやすいです。これはね、日本アマゾンで初めて、US アマゾンの許可をもらうというのを合わせ技で使う場合もあります。ね、日本アマゾン全然儲かりませんと。今まで今まで散々言ってきたんですけど、ただね、メーカーになって、えー、まあ販売実績を積んで、アメリカへの足がかりにする。 まあ引いてはね、アメリカは何のために朝係にするかって言ったら、まあ、それは au Amazon に備えてるわけなんですけど、au Amazon に備えて、えー、日本アマゾンの担当の人とね、えー、コインしとくというのもね、えー、いい方法です。で、厳重注意点。ね何しろ、オーストラリアアアマゾンってのは儲かります。多分ね、今までに、 今、これを動画見てる方でね、ヤフオクの初期を知ってる人とかあんまいないと思,う思いますんで、ヤフオクとか eBay の初期、まあ eBay の初期は私はあんま知らないんですけどね、ヤフオクの初期なんてね、えー、大した工夫しなくたって月100万なんて簡単に儲かったわけですね。多分、オーストラリアの市場性とかね、国民性考えると、ヤフオクの初期より儲かるんじゃないかなというふうにね、私は楽しみにしてます。 まあだからこそね、日本のこう商品チェックをね、日本に帰ってしてみたり、これから世界中をね、回ってオーストラリアアマゾンで売って儲かる商品がないのかなと、探し歩くわけなんですけど、まあ、ね、あんまりここででかい金額で嘘っぽくなっちゃうんですけど、まあ、100万稼ぐのがね、難しくないって言ってるからには、私自身はね、もっと稼ごうと欲張った計画でいろいろ商品を探してるぐらいなんで、かなり期待できます。 だからね、そのミスミスこれから儲かるってね、分、えー、かってる市場がオープンするわけですから、そこでね、あんまり儲かんなくなってる JP アマゾンとかね、えー、あるいは、えー、最近ね、いろんな、えー、ライセンス関係うるさくなってる US アマゾンで、無茶して、オーストラリアアマゾン始まるのに参加できないというような事態になるのが最悪なんで、そうはならないように、えー、くれぐれも大切にアカウントを育ててください。 ね、だからちょっとでもね、危なめな商品はもうヤフオクとか ebay で処理をすると。ね、で、a z o n ではね、無難な商品しか売らないというふうにもうやった方がいいです。何しろね、儲かる市場がスタートするの分かっててね、今ここでリスクを冒す必要は全くないです。まあ、そんなわけで、商標違反や規約違反には注意です。 これね、ライセンスシールは必ず確認、ライセンスシール必ず確認。で商品もね、中開けてませんとかいうことないように必ずチェックして送ってください。で、これね、いろいろ調べたところ、ライセンスシールがなくてもね、本物っていうケースがあることは確認できました。ね、ライセンスシールじゃなくて、ライセンスが印刷とか、そもそもシールがないっていうケースもあります。ただ、ライセンスシールがないと偽物だと思う人が多いからには、 えー、そういう商品をね、買った日購入したから、これ偽物じゃないか、シールがないからと言われたらね、その時点でもうアウトなんで、えー、必ずシールが貼ってある商品を扱ってください。本物かどうかっていうのはね、関係ないです。たとえ本物でもシールがない商品は、偽物って疑われますんで、扱わないようにしてください。で、それから、中国シールの裏技。裏技もへったけもないね、話なんですけど、やっぱりね、中国、わざわざ言うまで言って、 色々調べてねでそれからねまあ、講習も多分今後行きますけどそれにしてもねダソ、えー談の100均のもう仕入力力力ははは商品品開発すすごいですもう下手に仕入れるよりね仕入れに行ったりとかね選んでるよりも、えー、毎月ね新しく出てくる100均の商品を素直に出すとかね、えー、なんか組み合わせて真似されにくいようにするとか言った方がね、えー、全然スムーズなんで。 えー、中国を見てて何が何だか分かんないとかね、えー、なんか新しいことをや,やんないとダメなんじゃないかと思っている場合はねそうじゃなくても初心に帰って安,い安くていいものをね仕入れてそこそこ高く売れば儲かりますからやっぱそれを見つけるのにね日本に住んでて一番いいのはまあ100均かなと、まあ、他にもね、えー、ドン・キホーデーだのねハンズだのロフトだのそういうとこの商品をヒントにいろいろやるっていうのもありますけど まあ少なくとも一番簡単なのはダイソーですね。で、まずそこから始めて、えー、何しろね、えー、仕入れが108円なんでね、えー、100個ね、仕入れてね、えー、全部失敗したってね、1万800円の仕入れ代金の竹ですから、まあ、こんなね、ローリスクで儲かる商品が見つけられるってお膳立て整ってるのはやっぱね、100均が一番なんで、まずそこをね、えー 一ヶ月ぐらいはとことんやってみて、で、大抵それでね、商品は見つかります。で、もしも見つからなかった場合はね、まあちゃんとサポートしますんで、まあ2の手、3の手はちゃんとあるんでサポートしますけど、まあここね、1週間ぐらいで、百、えー、100均でかいとこからちっちゃいとこから何度か通いましたけど、やっぱりね、えー、ダイソーすげえなというのが正直な感想です。まあそんなわけで、えー まあダイソーの宣伝とね、オーストラリア楽しみだねというのが、えー、主な話になりましたけど、えー、くれぐれもね、えー、危ない商品扱ってアカウントを危険な目に合わせないようにですね、えー、ご注意ください。またご質問、ご意見とありましたらお待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。